皆さんこんにちは松本昭弘です雅子です私たちの友人で目の不自由な方が大阪に住んでおられますその方のためにこの本を朗読する YouTube を作ってみてはどうだろうかと雅子と話し合いましたやってみたいと思いますのでご意見をお寄せくださいまた私も今回肩麻痺になって本を読むことがとても難しくなりました本を開いても左手で支えないと ページを閉じてしまうんですね。それで、でななかなか本を読むことが難しいです。そういう方のためにもこの YouTube が用いられたら幸いと願っていますまた奥様がクリスチャンでご主人に自分の信じているものを何とかお伝えしたいという方やご家族のためにこの本をお買い求めになってくださった方もおられると思います初めてキリスト教に触れる方にとっても一緒に本を読みながら質問なども お答えしていけるような形になれたらいいかなとも思っていますどんな風になるかわからないんですけれどもちょっとやってみたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、ではまさこさん表紙から説明してください、はい、表,皮表紙は表表はクリスチャンである私が信じている七つのこと上の方に松本昭弘と書いています色はグレーですそして帯に 顔の写真があるんですけれども、これはいつ撮ったんですかこれはおととし2022年の10月頃だと思いますが、釧路の写真館で撮りました。今よりもふっくらしていると思いますけれども、この1年後に、約1年後に私は脳出血となり、その入院中に10キロ痩せてしまいました。ということで、今より丸々と太った顔がここに載っています。<laughs> 英語で書かれてるんですけど、これ、お願いします。セブン・ i ングス、7つのこと、その次に関係代名詞が省略されています。I believe、私が信じている7つのことという意味です。あざクリシャン、クリシャンとしてということですね、クリシャンとして、私が信じている7つのことという意味の英語です。神は本当にいるイエスは間違いなく私を救う、牧師が本音で語るキリスト教の基本。 裏の方に行きますと、裏の帯のところに、第1章、神は存在するのか。第2章、聖書は信頼できるか。第3章、サタンと悪霊に私たちは対抗できるのか。第4章、そもそも人間とは何か。第5章、なぜキリストは私たちを救えるのか。第6章、私たちはどうすれば救われるのか。第7章、 福音を信じる者の責任とは何かまたご友人にプレゼントするときにこのちょっと顔がねちょっと顔があのこういう形でシンプルな形で差し上げてくださいクリスチャンっていうのは日本語でもクリスチャン英語でもクリスチャンなんですがこのクリスチャンっていうのはどこか由来というのはどういうことでしょうか、まあ、由来はですね 新約聖書の使徒の働きの11章に書かれているんですけれども、エルサレムからキリスト教が始まったんですが、その北約500キロにシリアのアンテオケという町があります。ここで初めてイエス様を信じる者たちをキリスト者と呼ぶようになったと、そこには書かれています。まあ、ギリシャ語でクリステアノス。これがクリスチャンという言葉の語源ですけれども、最初は揶揄するような言葉だったと思います。 あいつら口を開けばキリストキリストって言っているよっていうそういう揶揄するような言葉として付けられたニックネームそれがクリステアノスですけどもそれが英語でクリスチャンとなって、まあ、日本語ではキリスト者というようになりましたイエス様を信じている人のことです、はい、では1枚目を開いてみてください私たちクリスチャンは聖書という眼鏡で世界を見ていますこれにより世界の見え方は変わります 考えが変わりり新しい行動に至ります習慣が変わり生き方が変わり最終的には人格が変えられていきます。本書前書きより。はい、では1枚目の表紙をめくります。はじめにクリスチャンって何を信じてるのと問われた時皆さんは即答できますかこの意外に難しいしかし大事な問いに私たちが誰でも答えられるよう クリスチャンである私が信じている7つのことと題してクリスチャンが信じていることを7つのカテゴリーに簡潔にまとめましたクリスチャンである私たちが信じていることを別の言葉で言い換えると聖書的世界観と言えます世界観とは世界を見る眼鏡のことです聖書的世界観とは聖書という眼鏡をかけると世界はどう見えるのかを指します 私たちクリスチャンは聖書というメガネで世界を見ていますこれにより世界の見え方は変わります考え方が変わり新しい行動に至ります習慣が変わり生き方が変わり最終的には人格が変えられていきます本書はこれらクリスチャンの世界の見え方物の考え方行動様式について分かりやすく解説することを心がけています 聖書的世界観を考える時その構成要素はいろいろなものがありますがその根本は神はおられるという大前提です聖書が語る神が本当におられるということこの天地万物を作られ私ようも作られた唯一絶対のまことの神がおられるということを認めるところから聖書的世界観は始まりますはい私たちはみんな変えられたい 変わりたいという願いを持っていると思いますけれども、その変化はどこから始まるのかというと、見え方から始まると思うんですね。この世界をどう見ているのかっていうね、ただ偶然の産物なんだというふうに見るのか、それとも神様が作られた素晴らしい寄贈物なんだというふうに見るか、その見え方によって私たちの考え方、そして行動の仕方、行動が変わると習慣が変わります。 習慣変わり、そして最終的には私の人格が変わるということですね、その元を正すと、見え方、それが世界観という言葉につながっていくわけです。ですから、私が信じている7つのことというのは、聖書的世界観を7つのカテゴリーに分けて考えてみましょうという意味でつけたタイトルであります。無神論という眼鏡をかけて、世界を見ると、すべては偶然の重なりであると結論付けてしまいます。 偶然に発生した命なのだから、人生の目的なんて考えるだけ時間の無駄、どうせ死んだらおしまいだ、できるだけ面白おかしく生きた方がいいよというのが無神論の行き着く生き方です。それに対して、神がおられるという世界観で物を見ると、一つ一つのものが神の作品であり、それは偶然の産物なんかではない。この 大自然もそして私たちの愛する人々も動物も美しい花花々もすべては神の作品なのだという見方になるのですすべての作られたものには神様の目的があるのだ神様が目的を持って作られたものを私も大切にしようきっとこのような気持ちになります 私たちが見つける素晴らしい作品の背後にある神の偉大さ、心配り、正しさ、愛、そういったものが私たちに伝わってくるようになるのです。聖書的世界観で物を見るとき、神の作られた目的に思いを馳せ、神を賛美せざるを得ないというところに私たちは至ります。この神はおられるから始まる、 聖書的世界観を7つにに分類すすると以下になります1、神は宇宙の創造主であり、全知全能であり、今も全てを支配している。2、聖書は世界の絶対的な基準を定義した誤りなき神の言葉である。3、サタンと悪霊は現実に存在し、 人間を神から引き離そうとするが、その力は限定的である。4、人間は神の目に、高価で尊く、永遠の存在であるが、罪の許しを受け取る必要がある。5、イエス・キリストは神であり、人である。それゆえ、私たちの救いの技を完成させることができる。6、救いは神からの賜物であり、 行によって勝ち取るものではない7クリスチャンには福音を分かち合う責任がある。はい、ということで聖書的世界観というのはいくつに分けてもいいんですけどもやっぱりその根本となるものは全てを作られた神がおられるのかおられないのかこれが決定的な違いになってきます。ですから神はおられるんだとつまり聖書の言う語る神様この天地万物を作られ そこに計画を持ち、それを支配しておられる神様はおられるんだというところが、この聖書的世界観の根本になると思います。そこをまず認めると、次に次にと進んでいくわけですね。そういう順番で学んでいきたいと思います。本書では、これら7つの内容を順を追って聖書から説明します。クリスチャンの方々には、ご自身の信仰を整理し直し、 信じていることに対する確信を得ていただきたい。そして、まだ信仰をお持ちでない方々には、クリスチャンはこのようなことを信じているのかと、クリスチャンである私の頭の中身をお見せするような本になることを願っています。なお、本書では聖書の言葉を多く引用し、私たちの信仰について説明をします。引用する聖書は、一般社団法人、新日本聖書観光会が、 発行する聖書新海約 2017, 2017となります。聖書は66の書簡から構成されており、本書の引用においては引用元の書簡、タイトルを記載しています。創世紀、詩篇、ドーマ人への手紙、ルカの福音書、ヨハネの黙示録などはすべて聖書に含まれる書簡のタイトルとなります。興味を持たれた方は、ぜひ聖書を手に取り、 目次から引用元の書簡をご確認ください。この本が、皆さんが聖書を開く、また聖書に親しむきっかけとなれば、このこの上ない幸いでございます。ぜひ、聖書に興味を持って開いてみてください。そこにはきっと、あなたに対する神様からの愛の言葉が見つけられると思います。では、次回は第1章に入っていきたいと思います。祝福のお祈りをお願いします。はい。 ではお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今回このような形でこの本を発行することができて心から感謝いたします。多くの方に読んでいただき、お役に立てていただけたら幸いと願っていますが、目の不自由な方、また片手の不自由な方もいらっしゃると思います。そういう方々のために、このような拙ない YouTube を作っておりますが、どうかあなたがこれを用いてくださいますように。 心からお願いをいたします。そして今、体に不自由を覚えていらっしゃる方、お一人お一人の上に、あなたの祝福の見てを、また、癒しの見てを置いてくださいますように。そして、あなたがこの本を通してあ、あなたがどれほど素晴らしい方であるかを知り、そして、あなたを信じていく方々がさらに起こされていくように、イエス・キリストの尊いお名前によって、お一人お一人の方々を祝福してお祈りいたします。アーメン,アーメン はい、どうもありがとうございました。それでは次回の YouTube でまたお会いしたいと思います。ありがとうございました。